はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、骨髄移植をやった時のお話をします。骨髄移植のためのね、全処置が終わってですね、もう衰弱しきった状態の僕っていうのはですね、もう何も残すことはないよとね、思えるぐらいのね、心理状態でした。命をね、助けてもらうためのね、処置が行われるのにですね、その前にね、あんなにね、あんな地獄を見るなんてね、もう思ってもみませんでしたよ。なのでね、あの地獄の日々が終わったからね、さあこれからどんな処置がね、行われるんだろうかとね、どんな大手術が待ってるんだろうかと言うてますけどもね、もう不安で仕方なかったんです。当日のね、開始時間というのはね、夜8時半からね、知らされていたのでね、朝からね、もう決まった時間に朝食が運び込まれてですね、食べられへんおかゆっていうのをね、こう見つめながらね、はーってね、もうため息ついてたんです。これまた吐き出したりしたらどうしようと思ってたらね、もう口にこう入れることができないんですよね。もうそんなね、こう震える手を押さえながらね、ゆっくり一口でまたゆっくり一口っていう風にね、こう、入れた分だけ出てくると思ったので、そこで食べるのをやめて、そしたら次はね、もう薬をね、飲まなあかんわけなんですよ。お察しの通りだとは思いますけどもね、薬とおかゆがそのままウェーってこうね、出てきました。これはね、前日までにやってた全員処置のね、強力な抗がん剤の副作用がもうずっとね、続いてるからなんですよね。そんな抗がん剤のね、副作用というのはですね、投与してから大体1週間後から4週間後ぐらいまで続くんですよ。でも全員処置の抗がん剤というのはね、ほんまに超強力なんでね、人それぞれなんですけどもね、僕は2日目からね、やってきました。そしてね、7日間のね、連続の強力な超抗がん剤の投与をやったしね、しかもね、2日目からっていうその副作用が来てますのでね、この日っていうのはね、こう7日が過ぎて8日目なんでね、すごいね、もっともっとこの副作用が襲ってくるような、ね、気がしてしゃあなかったんです。もうその日というのはもうね、ほんまに忘れもしません。2018年のね、8月8日のことでね、日中はね、全国高校野球選手権大会がね、やってましたので、白球を追いかけるね、高校球児をね、こうちらっと横目で見ながらですね、感動しながらね、気分転換をしておりました。そしてね、お昼ご飯になったらね、さっきと同じようにこう運ばれてきたやつを食べて、薬を飲んで吐いて、もうええわって感じですよ、ほんまに。人間というのはですね、こう置かれた状況にはね、ある程度ね、したら嫌な状況であっても、少しは慣れてくるもんなんで、たとえそれがね、オートであってもね、受け入れれる生き物なんですよ。でも高校野球を見たりとかね、そういう気持ちの切り替えがあったからしてね、その日はそれ以降ね、下痢とかありませんでした。というかね、食べれてへんからね、便も出るわけはありません。そしてね、引き続きね、高校野球を見て、YouTube を見て、晩ご飯を食べて、薬を飲んで吐いて、ほんで点滴を入れ替えてもらって、時間が来るまでね、吐き気でね、時間をね、潰しておりました。でそして夜8時になった頃にですね、看護師さんがバーってやってきましてね、ヤスさん、そろそろね、移植の準備していきますね。はい。とね、その部屋の中にですね、心電図モニターがね、こうガラ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 って大きいのが入ってきてね、で、体に磁気がついて、コードがこう、ピャーってつながったね、両面テープをね、こう、剥がして、で、ペタ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 体に貼られてね。で、指にはですね、酸素濃度を測るね、赤い LED がね、点灯してるやつがあるんですよ。これ入院したことある人だったらね、わかると思うんですけどね、挟まれてね、テーピングみたいなの巻かれてね、絆創膏のようなものでね、こう巻かれてね、看護師さんが、準備 OK っていう感じの顔をね、したんですよ。ほんで僕こうしながらね、いよいよかってなってね、さあ、今からこの手術室にこのベッドごと運ばれるんやろうなーって。果たして、どんな手術をされるんやろうかとね、骨髄って、採取されるときは骨盤から採取するから、きっと逆に骨盤に流し込むんやろうか、それとも先に骨髄を抜き取るんかなとかね、それやったら全身麻酔がいいよなって思ったらですね、看護師さんにね、
このここで移植をしていきますので、先生が骨髄を持ってきますのでね、ちょっと安田さん待っててくださいねって言われてね、はいってなったんですよ。え、ちょっと待ってってなって、ここですんの、そんなん移植って大ごとやん、臓器移植って普通手術やるやん、ここ部屋、まあええわってね、ボソッと言ってね、でテレビでも見とこうと思ってね、まあ、夜やからね、今度はプロ野球がやってたんですよ。でそれを見てたらね、先生がこの赤い袋を持ってね、研修医さんと一緒にやってきたんですよ。あ、安田さんお待たせしました、時間が遅くなってすいません、朝からねこの骨髄を取りに行って帰ってきて、でこの骨髄液をね移植するための準備をしてたんですわ、なんで今なんですっていう感じでね、先生がねちょっと軽いノリで入ってきたもんやからね、ちょっとなんか拍子抜けな感じになってしまってね、でその流れで先生はそのまま点滴棒にその赤い袋をねぶら下げ始めたんですよ。なんですかそれ、骨髄です、それ、はい、今からこれをね安田さんの体に入れていきます。どうやって、点滴と一緒に。僕忘れてたんですよ、移植と言ってもですね、心臓のようなねこう臓器移植とかではなくてですね、骨髄液を輸注するから、あの点滴と同じような要領でねやるとね、こう、まあ、事前にね説明されてたんですよ。そしてねその準備が整ってからね、体につながれてる心電図をね見てから、僕の状態をこう確認した先生がですね、はい、では今からね入れていきますねとね、そのぶら下がってる骨髄液をね、その点滴を流し込む感じでね、このコピーと速さをね調節し始めたんです。20分30分ぐらいでね終わりますんでね、はい。でそっからね一瞬ねシーンとして、気づけばね先生、研修医、看護師さん、僕の4人でね病室でねプロ野球をね観戦してたんです。もうしばらくするとですね、もう何とも言えない感じの空気になってきたのでね、僕は我慢できずにね、先生ら椅子あるから座ってくださいよ、いやいやいやそんな大丈夫ですよとか言ってる間にですね、まあ、骨髄液はねどんどん僕の体の中にねこう流れて入っていくわけなんですよ。ほんで入り始めのね5分ぐらい経ってですね、全身にね電撃が発したかのようにですね、バチッっていうね、こうなんか一発だけね、まあ後にも先にもその一発だけね、全身がね勢いよくね痺れたんですね。で僕は何が起こったのか分からなくてね、先生にね今体がおかしかったですってこうね言ったらね、え、どんな感じでした、なんか電気が走ったような感じです、もう今は電気はないんですけども、気持ちいい、なぜかねこの背骨やらねその骨盤に痛みが感じます、よっぽど痛くなったら我慢できへんかったらね鎮痛剤しますけど、いやそこまでちゃうからいいです、大丈夫ですって言うてるうちにね移植が終わりまして、ほんまにその点滴と同じぐらいでね30分間で終わりました。8時半過ぎからね始まった移植がね終わったのがまあ9時過ぎだったんで、ね、プロ野球の中継が終わるぐらいと同時にね終わった感じです。8回裏と9回表をねじっくり見れてね、巨人が阪神ね3対1で勝った試合やったんですけどね、めっちゃ覚えてますわ。なんかねというか、僕はこのゆるい感じの30分のためにですね、この1週間ね地獄を見てたのかと思ったらね、もう時間返してくれと思いましたね。でもね本当の苦しみはねこれからってことをねこの時はまだ知りませんでした。といった感じでね、僕の経験した骨髄移植でございました。骨髄移植と言ってますけどね、正式には造血幹細胞移植と言いまして、方法が末梢血幹細胞移植というやり方でした。で次回はですね、移植をしたことで起こる合併症についてね、僕の経験を交えてねまたお話しさせていただきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。